ニュースペーパーオブレコードは、アイルランド生産、アメリカ合衆国調教の競争場である。主な勝値倉は2018年のブリーダーズカップ、ジュベナイルフィリーズターフ、2020年のジャストアゲームステークス、2016年3月1日にアイルランドで誕生。2017年10月のタタソールズ一切馬セールに上場され、クラーロビッチステーブルズ、 インク、名義のバッセスクラーマンがエージェントを介して20万、ギニーで購入した。米国東海岸の名門チャド・ブラウン9社から2018年8月にデビュー戦を迎え、2着の6馬身3、4差をつける圧勝で初勝利を挙げた。2戦目のミスグリオステークスでも6馬身半差の圧勝で2連勝を飾る。 三戦目のブリーダーズカップジュベナイルフィリーズダーフでもスタートから先手を奪うと最後の直線でさらにリードを広げ2着に6馬身3、4差の圧勝で無傷の3連勝での GI 制覇を達成したこの勝利を受けてブラウン氏は2019年のロイヤルアスコット開催への遠征プランを明かした三歳初戦には2019年5月3日の エッジウッドステークスが選ばれた1.2倍の断然人気に押されたがサンバシン3、4差の2着に敗れて初の敗北を経験する。この敗戦を受けて陣営は計画していたロイヤルはスコット開催のコロネーションステークスへの遠征を断念した。その後は米国内で続戦したがワンダーアーゲインステークスでも2着に敗れると続く ベルモントオークス招待ステークスでは9着と大敗を喫した。その後は急用に入った。4歳初戦となった2020年6月6日のインターコンチネンタルステークスでは、コースタートから道中警戒に逃げると直線で、さらに後続を突き放して圧勝。続く6月27日のジャストアゲームステークスでも、先手を奪い逃げると後方から追い込んできた。 ビューリコールを3シン突き放して G1 レース2勝目をマークした。秋に入りディスタフターフマイルステークスでは一番人気に押されるもビューリコールに帰り打ちされて2着に敗れる。10月3日のファーストレディステークスではユニの3着に終わりこのレースを最後に現役を引退し繁殖品馬となった。以下の内容はレーシングポストの情報に基づく。 ありがとうございます。